加藤大輔は日本の俳優。本名、加藤徳之助。東京市浅草区生まれ。身長160センチメートル。東京府立第七中学校卒。歌舞伎役者を経て映画デビュー。代表作は、七人の侍、大番、南の島に雪が降る。兄は沢村国太郎。姉は沢村貞子という芸能一家に生まれる。 宮戸座の雑木作者で演出助手だった父の影響で兄と共に歌舞伎の世界に入る。東京府立第七中学校を卒業後、1929年に二世、市川佐団寺に入門、1933年に前身座に入り、市川むしろ司さを名乗る。〇〇とした死体に似ぬ生還さで山崎進むぞ。 一川千将と共に全身座の若手三バガラスとして活躍する。同年には大日本自由映画プロの旦那なしぐれで映画デビュー、その後は山中貞夫監督の高知山総主義や人情史風船などに出演し、中堅俳優の一人として広く知られるようになる。兵役を1933年に五町勤務上等兵で除隊し終えていたが、 1943年に陸軍衛星号長として王将。ニューギニア戦線で兵士たちを鼓舞するための劇団作りを命じられ、長谷川真の儀曲、関野矢立っぺなどを演じる。舞台に降る雪に個国を見た兵士たちの姿を描いた記録は、小説、南の島に雪が降るに結実する。なお、その時劇団で一緒だった九州出身の僧侶が漫画家、 小林義則の母方祖父である。戦後も、たびたび彼の寺を訪れていたという。1946年に復員するも、直後に、戦地でかかった悪性マラリアが再発し、一時は危険な状態が続く。回復してからは再び役者として活動するが、左傾した全身座に嫌気がさして対談。兄の国太郎、姉の貞子と共に、 新ギザを結成するも、運営がうまく続かず映画入りを決意する。1948年からは、大英京都と専属契約し、同年の東横映画、五人の目撃者では、作品が現代劇であったことから、歌舞伎役者くい、むしろつかさという芸名から加藤大輔に改名する。1950年に、 黒沢明監督の羅生門に出演した後、1951年秋にフリーとなり、東方に移籍する。以降、生きる七人の侍、洋人坊をはじめ、黒沢作品に常連として出演する。1952年に黒沢脚本の血統鍵屋の辻、成瀬三夫監督のお母さんでの迷路でキビキビとした演技が、批評家から絶賛され、 1952年度の毎日、映画コンクール、ブルーリボン賞の男優女演賞を受賞。1955年には、今井忠監督の、ここに泉あり、内田富監督の、千あ富士で二度目のブルーリボン女演賞を受賞した。持ち前の明るさや誠実さで、多くの監督から可愛がられ、黒沢や成瀬の他にも、小津安二郎などの作品にも、常連俳優として出演し、 この時期は監督運にも恵まれる。また1956年に東宝がダイヤモンドシリーズと銘打った文芸映画鬼火で主演したことがきっかけで監督の千葉康樹に獅子文六の連載小説大盤の主人公株屋の牛ちゃん役に抜擢され加藤はユーモラスでエネルギッシュな男を演じ映画は大ヒット。大盤シリーズは4本も作られ 牛ちゃんのあだ名はそのまま、加藤自身の代名詞となるまでになった。また森重久や小林慶樹と共演した社長シリーズでも軽妙な重役を演じるなど、日本映画に欠かせない名脇役として人気を博した。1956年頃、週刊朝日の無声対談、問答有用でニューギニアでの戦争体験を語ったところ、 徳川無繊からぜひ執筆する様子よく勧められ、また小島正夫からも勧められて執筆を行い、文芸春秋1961年3月号にて、ジャングル劇場の島月南海の芝居に雪が降るとして発表。これにより、第20回文芸春秋読者賞を受賞、後にベストセラー小説となった。1961年4月この内容が、 尾野大三の脚色によって、南の島に雪が降るの代で NHK でドラマ化され、後東方で映画化され、加藤自身が主演して大いに話題となる。晩年は映画のみならず、テレビや舞台でも活躍、1971年には28年ぶりに全身座の舞台にも立った。1972年には大河ドラマ、新、平家物語で、 北条時政を演じた。九百七十五年二月に結長癌で入院。本人は癌であることは知らず、病院からレギュラー出演であるドラマの収録現場に通い続けたが、入院してから五ヶ月後の七月三十一日に六十四歳で死去した。遺作は倉本総脚本、六話のカモメのマネージャー役。七人の侍の中では生き残った侍であったにも、かかわらず、 最初に奇跡に入る。下町っ子らしい気風の良さで、誰からも好かれた反面、一滴の酒も飲まなかったという。老いには、長戸博之、津川正彦の役者一家。息子、加藤春之は、黒沢明の娘、黒沢和子と結婚して、孫、加藤高之が生まれるが離婚している。因は、黒沢明監督作品。因は、小津安二郎監督作品。 星印は、溝口賢治監督作品市川むしろ司さに関するカテゴリー。ありがとうございます。